こんにちは、速稼塾の久保です。最近の暗号通貨模様ですけども、こうね、暴落が進んでますよね。まあ私に言わせれば暴落でも何でもなくって、今まで何回も経験したことでもありますし、特にビットコインに関しましては8月になるまでに500万にならないかなっていうふうな願望だったんですよね。それが思わず4月に500万突破して700万までいっちゃうもんだから、あ、このまま夏までに1000万いくんじゃないのみたいな、この希望とね、予測が先行しちゃったところがあります。でも実際は現在の適正価格ってまだね、400万円台でもいいかと思うんですよ。まあ、途中から分散金融のデファイっていうのを理解した人がどんどん参入してきてね、ビットコインなりイーサリウムを買うっていう流れも起きてきたと思いますけども、でもやっぱり分散型金融はビットコインよりもデファイの方に偏ってるんじゃないかなというふうに思います。で、現在ですね、ビットコイン550万4300円ぐらいなんですけども、まだ下がっても許容範囲だと思います。480万までは下がっても別に驚かないかなっていうふうな織り込み済みの価格だと私は思ってますね。その上で700万突破して800万1000万に向かうことは向かうんじゃないかなと思います。これが今年中に起きることだと予測しますね。で、次なんですけど、イーサリウムは今25万5000円です。そうなんですよ、イーサリウムやっぱりね、デファイの影響で私はね、価格が上がってると思います。そしてイーサリウムには結構ね、追い風となるニュースが続いてるんで、ファンダメンタル的にも有利なんですよね。まあ、ですのでね、20万になるまでにイーサリウムを仕込んでおいてよかったなと思いましたね。ここのところまでは思った通りでございます。そしてですね、リップルなんですけども、リップル一時200円を超えてですね、もしかしたら昔の400円までいくんじゃないのかなと思いました。まあでもね、これも適正価格としては70円とか80円あたりだったと思うんですよ、ね、ちょっとね、先行してこれも値上がりしすぎましたよね。で、リップルっていうのは買ったら買ったでもう売る人が少ないんで、まあ売り圧力、買い圧力バランス取って現在みたいな価格、そうですね、110円から130円ぐらいまでの間をうろうろするんじゃないかなと思います。これちょっと前まで20円から25円をうろうろしたというね、そんな暗号通貨とは思えないですよね。で、次に話題に出したいのは ADA なんですけども、 ADA ね、これはもうプロジェクトがしっかりしてるし、もう進み始めてるし、いいんじゃないですかね。それからステーキングに参加される方もこれからどんどん増えると思います。まあ、結構今でも増えてますけどね。ステーキングに参加する人が多ければ多いほど ADA の価格は上がっていきますから、まだね、お持ちでない方はちょっと ADA はね、1万でも2万でもちょっと日本の取引所では買えないんですけども、買っていただいて、可能な方は DeFi やってみたらいいんじゃないかなと思います。あとね、あともですね、トロンは11円になりましたんで、まあぼちぼち買おうかなってことですね。私としては10円切ったあたりで買ってもいいかなと思ったんですけども、下がり幅はここでどうやら止まったようです。で、あとゼンフィネットワークですね。ゼンフィネットワークね、割とあれから人気になったんじゃないですか。マークしてらっしゃる方は何位かご存知だと思います。今97位ですね。で、価格が 8.58 円ですから、10円を超えてあったあたりですか、あそこからブレイクすると思ったんでね、一旦下がりましたけども、まあ、また10円超えていくんじゃないですかね。まあ、私は全体的にはそう思いますね。というところで、暗号通貨ニュースにつきましては以上でございます。一喜一憂することなく、5年とか10年というスパンで見れば見るほど暗号通貨っていうのは右肩上がりっていうのが分かります。短期で見れば見るほど、どちらかというとギャンブルに近くなるんですよ。まあ、そういうふうな感覚で余剰資金でいくっていうのがいいんじゃないですかね。結構ね、1000円でも通貨買ってると楽しくて見るもんですよ。はい、今回は以上です。